チャド・フォーシャーは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手、ワシントン州出身。アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のミルウォーキーバックスのアシスタントコーチ。シアトルパシフィック大学を1995年に卒業するまで、在学中にコーチングのキャリアをスタートさせた。1992年から5年間、NBA のシアトルスーパーソニックスで、 コーチングのインターンとして、ジョージ・カールの下でスタッフを務めた。1997年から2000年まで、オレゴン州立大学でアシスタントコーチを務めた後、2001年までポートランド大学でアシスタントコーチを務めた。本格的な NBA でのキャリアは2001年から2003年に、リック・カーライルヘッドコーチの下で、 デトロイト・ピストンズのアシスタントコーチを務めたことに始まり、その後、2004年から2007年まで、同じく、カーライルの下、インディアナ・ペーサーズで、アシスタントコーチを務めた。2007年にサン・アントニオ・スパーズアシスタントコーチに、招聘された。2016年6月28日、オーランド・マジックのフランク・ボーゲルヘッドコーチの下で、トップアシスタントコーチに就任した。 2018年6月、メンフィスグリーズリーズのアシスタントコーチとなったサンアントニオスパーズでは、グレッグポポビッチの下、選手育成を担当していた。ありがとうございます。